こんにちは、ノブ、えー、プレーニングファミリー、えー、プレーニング講座始まります。えー、本日のテーマはビーチスタートで。これビーチスタートっていうね、えー、カテゴリーで、えー、かなりやってますけどもね、えー、ビーチスタートっていうね形をレディーポジションに作るまでに 実情を言うと、セールの,あの返す、セールの扱い、ボードを向けるためのバリエーションって結構あるんですよね。で、ウィンドサービスのはボードとセールがありますから、セールが風下いっちゃってる時に、どう持ってくるのよって風上まで、レディーポジションで持ってくるためにっていうね、えー、これいくつかの、ね、セールの,あの返しのパターンっていうのがあるんですけど、今回これ動画でちょっと見てもらって、上級者がね、うまくセールを返します。 もし風、風下に行ってしまってっていうところのね、ちょっと、えー、その辺をね、解説していく。いろんなことが起きます。<laughs> えー、で、自分がもう、えー、起きに行きたい。でも、セールが風下。っていうね、バリエーションの中で、実はセールが風下に行っちゃって、一番簡単なのは、起きじゃなくて、岸に戻った方が、ボードのノーズが岸に向かっている場合は、もう、素直に岸に戻ってきちゃうっていうのが結構楽。 <laughs> でも、それじゃなくて、風か、沖に行きたいのから、沖の方に、えー、逆に向いてた。で、風下行ってた。どうしようっていう時に、まあ、いろんなバリエーションがあるんですよ。実言うと。で、このバリエーションでいくつかこうやっていきたいと思うんですけども、今回ちょっと見てもらうのは、えー、もうちょっとさっき進んだ方わかりやすいのかな。あ、この辺でいいか。で、これ実を言うと、えー、実を言うとっていうかね、えー、画面の、 左上の方から吹いてます。えー、風がね、ぎゅーっと。左上の方から。はい。そして、えー、ボードは、こちらの、カメラを撮ってる、岸の方に向いてます。<laughs> でも本人は、えー、風。反対側に行きたい。で、棒、セールは風下に向いてる。で、ブームエンドがテールの方にしてる。どうしますかっていうことなんですよ。 で、このうこのね、今、静止画を見てもらって、簡単な、一番簡単な方法というのは実を言うと、このまま歩って、えー、自分がこう、マストを風上の方にずっと風上っていうのはね、こう、えー、画面の上の方にこう、歩ってきてもらって、えー、左回りで、左の方に歩ってきてもらうと、ノーズが反対側に向いた。で、セール、ブーメンドが、テールの方に来てますから、そのまま乗れば、岸には戻ってくれ。こっち側には簡単に。が、しかし、 岸,に戻る岸から出ようとしてるのに岸に戻るわけいかない。起 <laughs> きに行きたい。って場合ですね、えー、この場合どうするか、ちょっと流れだけちょっと見てみましょう。はい。ね。来ました。はい。おっとー、ブ部ンドを抜きました。ほで、ほら、見てください。くるっと返す。っていう、この一連のね、まあ、流れを見て、 見て覚えるっていうのも結構重要ですね。だからこれ何回も何回もね、見返してもらうといいと思うんだよね。本当はね。はい。で、これちょっと解説していきます。<coughs> どういうふうにやってるか。っていうとこですね。はい。いいですかで、まず、おきに行きたいわけ。だから、こうあ。ちょっと、これちょっとごめんなさいね。ちょっと変な風になっちゃったな。<laughs> はい。おきに行きたいわけですから、いいですか で、このまま自分が風上の方にちょっと歩っていって、とにかくブームエンドを抜きます。このブームエンドを抜くっていう方法ときには、このまま上に上げても抜けないです。あの、これ風に対して今マストが垂直になってます。いいですか垂直になってる、えー。垂直っていうのはこう、えー、風に対してマストが90度になってるってこと。このまま真上に上がってもブームエンドが刺さってこれ上がらないですね。 えー、だからどういうふうにやるかというと、これを風上に、自分が風上にどん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 歩っていってもらう。いいですからこれから歩っていきます。はい。これも、で、上げる。これ文面で抜けないですよね。ほら、抜けない。どうするか。文面でささる。ほら、自分が風上の方にね、上がっていくんです。で、あとは、えー、一番、まあ、もっと簡単な方法として、うん、簡単なことはやっぱり風上に上がれるのかな。ちょっとマスト、ブームの上の方に持って引っ張り上げた。そうすると抜ける。 これ自分が歩かなくちゃダメです。風上に。<laughs> 抜けないです、えー。だからここがね、結構みんな自分が止まってて、マスだけ一生懸命上げようとする。で、これ上がらないですからね。えー、自分が風上風上に歩っていくってこと。そして抜くっていうことですね。えー、そうしないと、こう、ブーメンドは抜けない。まあ、ブーメンド抜けたら OK。だからとにかく自分が動いてくださいね。この場合だと風上風上。 もう基本的には風上、風上に歩ってください。風下もに歩ってったら、もっともっとブーメン度が刺さりますから。ええ。いいですか。これね、抜くときには必ず風上に。で、一回ポンって抜いちゃえば、OK です。で、もう一回上げます。ほら、風上の方に、風上の方に。だから、マストをちょっと風上の方に、ほら、出してるでしょ。これ、風に対してさっきはマストが90だったけど、これが、マストの角度を見ると、45度ぐらいまで上げると、ブーメンドっていうのは抜きやすくなる。 っていうことなんですね、えー、これはね、えー、解説してると思うんですけどもでここで一回上げましたえー、上げたらどうしようこのままずっとねえー、本来だったらマストで押しながらあのー、こっちの動画を撮ってる方の岸に戻るんだったらマストで押しながら自分が そちらの方に歩って、マストで押しながら歩けば、ノーズがこちらに向いて上がるわけですね。でも今回はそうじゃなくて置きに行きたいっていうことなので、いいですか。自分が歩って、ノーズの方から回っていくってことなんですよ。ほら、ね。これ風は入れない方がいいですよ。<laughs> ほら、自分が歩って、歩って、歩って、上げたままね。えー これはよく動画見て自分の体の位置とかちょっと確認しながらね。自分が歩く。歩く。歩く。自分が歩かないとダメですよ。セールだけ操作しても。自分が歩かないとダメ。はい。そして、ブームエンドを上げて上げて、えー、風を入れてあげると、ポンと離せば、セールは帰る。まあ、ここまでできちゃえば、あとはビーチスタートですから。<laughs> えー、だからこのね、やり方だけ覚えてもらえばいいと思います。 えー、まず風上の方に、えー、風に対して90度マストがね。そしたらブーメンドを抜くときには、えー、風に対して45度、風上45度までマストの角度を持っていくように自分が風上に歩きながら引っ張り上げる。ただ単に自分が立ち止まっててマストを上に上げても逆に言うと風が入って、えー、ブーメンドはもっともっと刺さっちゃいます。だからまあ、あなたが動くっていうことね、私よく言うんですけど必要だってことですね。風上にどんどんどん,どんあるって。 どんどんどんだる。ほら、ここで、風上に対してマストの角度が45度。45度まで行ってないかな。<laughs> 45度まで行っちゃうと風入った下にセルが帰るかもしれないですけどね。で、まあ、か、んないか。<laughs> すいませんね、これはね。で、自分がとにかく歩くってこと。自分が歩きながら、ノーズの方に回って。で、これ、もしね、これね、ボードがね、反対側に行かなかったら、 足で脳性をクーンと蹴ってあげてもいいです。反対側へ。私もそれよくやりますね。ええー。まあ、風の入れ方に問題があるんですけども、最初の頃、なかなか風をうまくね、コントロールできないので、えー、そういう時には足で蹴ってもいいですね、えー。で、風が降って入ったら、ブーム手を離してあげれば、セールは返します。帰ります。で、この時に、えー、重要なのは、セールを返す時に重要なのは、 いいですかこの辺まで結局こう風に対してマストがちゃんとこうあの風の方向風軸ですね風上風軸に対してマストローのトップがしっかり風上に向かなくちゃダメなんですねマストのトップがですよでこれの場合はもうちょっと角度風上45度反対タックの45度までマストトップを持ってくるとセールは返しやすいです これね、あの、まだ風上の封じくまで行かないうちにセール返そうともしても、セールは返,返んないですね。なぜかというと、こちらの人がいる方の裏にえ風が入んないから。風によってセールは帰りますから。え、マストを中心としてね。だからこれは、マストの風上までしっかりと向けて、風上より反対タックの方にマストの角度が来た,ったら、ブーム手を離してあげればセールは返します。で、上手くなると、この角度をもっともっと持ってきて、セールを返したときにセーニングホームにできる。 ビーチスタートがすぐできる体制,体制で持ってくるっていうね。この角度。えー、反対タックの角度ですね、えー。これはかなり持ってきてますので、45度にもっともっと入ってますよね。えー、反対タックの方にね。そうするとこれはセールを返すときにポンと帰っちゃう。そうするとほぼ、ほら、ね。整理、あの、ビーチスタートのレディーポジションに近い状態だ。ということですね。はい。で、あとは、もうビーチスタートの、えー、やり方。 っていう形になり風が強い、ねえーこれね、のでわざと沈み込んでますね。はい、で風を入れながらボードを、であとは後ろ足を乗せて、でマストを立てていく。ということです、はい、そんで乗ったら前足に荷重をかけて、えー、ラフしないようにするんですね。えー、乗った時に、ね、後ろ足に荷重がかかってくると、えー ノーズが、ね、クヨカーって風上に向いちゃう。うね、だから後ろ足見てもらうと、ほら、体重かけてないの分かりますよね。かかとが上がってますよね。ええー。みんな、あの、かかとがこう下がってて、後ろ足で踏ん張っちゃう。で、そうすると楽するっていう。これは完璧にもう前足の方にグッと押さえ込んでるっていう形になりますね。ノーズがラフしないようにっていうことです。えー、そういうことですね。えー、今回はね、この、こう、セールの、 向きの変え方これ自分でね、ちょっとしっかりとイメージ、えー。風がこっちが吹いて、自分が目をつぶってこうきて、ああ、これ風は下に整理がして、文面でこう、体をぐーって、こう、ちょっとこう、イメージして、動画を見ながらイメージして、で、自分で目をつぶって、ちょっとイメージして、体を動かしながらやるっていうね練習方法をしてください、ね。ただ単にこう動画を見てね、あ分かったって言っても多分ね、分かってないですから。必ずイメージトレーニングをしてください。自分が動きながらですよ。自分が動きながら動く。 頭だけで考えしてもこれなかなかできないので、自分が体を、だからまあ動画のね、この、あの、解説でいろんな解説したので見ながら、えー、自分の身に体に落とし込むっていうのは体に落とし込むわけですから。脳みそに落とし込むわけじゃないですからね。最終的には。だから必ず、えー、イメージトレーニング。自分が動きながら同じ形をしてください。そうすると本当に体にこう落としやすいですね。えー、頭でね、わかってる人っか一回で見るんですよ。 ただ実践でできないっていうのは、その体に落とし込んでない。で、体の落とし込み方の方法としては、そのイメージトレーニング。自分が動きながら、頭の中で考えたことを今度は体に落とし込む。MTT イメージトレーニングって言うんですけどね、えー、妄想体感体感イメージトレーニング。だから結局体を動かすっていう。体を動かしながらイメージする。これはどこでもできますよね。ちょっとしたスペースがあればね。これ必ず行ってください。動画を見てても絶対無くならないです。 ま、電車の中でもやっても構わないですよ。ええー。<laughs> ね人に変な方変な風に目見られるかもしれないですけど、必ず動画を見たら自分が体を動かして練習するっていうことが重要になります。はい。で、今回はね、えー、このセールの返し方っていうね、えー、はい。自分がとにかく動く。えじ、ー、動いてるでしょとにかく動く。えー、動いて動いて動きまくるってこと。自分が動いて体で。 で、イメージトレーニングは自分もこれを見ながら体を一緒と同じような形で体を動かして練習してみてください。いいですかわかりましたかはい。えー、以上です。今回はセールの、えー、返し方。ビッチースタートな。これウォータースタートも一緒ですから。えー、だからまあ、とにかく自分が動くっていうことをしっかりと頭にイメージして、そして、えー、体に落とし込むイメージトレーニングをしてください。えー、本日もありがとうございました。ぜひ頑張って練習しましょう。